MPBE を代表するシンガーソングライター、シコブアルキムージカポプラールブラズイレーラとは、ブラジルの音楽形式の一つで、英語的に言うと、ブラジリアンポピュラーミュージックの意。主に、1960年代後半、ボサノバ誕生以降のブラジルのポピュラー音楽を指す。ロックなど若者への訴求力の強い現代的な音楽が当時流行していた。 TV 音楽番組を通じて、まっすぐにルーフしたため、このように呼ばれた。初期の MPB は、当時世界的に流行したロックのブラジル的、需要である。1950年代後半から1960年代前半に、ブラジル音楽の主流を成していたボーサノバなどに見られる、都会的宣伝や知性は、ヨーロッパ白人中心主義の象徴とされ、 そのアンチテーゼとしてのエレキギターのサウンドは若者の衝動を刺激した。しかし、すでにブラジルのアイデンティティとなっていたサンバなどのサウンドや技法は受け継がれ、ロックンロールなどの要素にブラジル的な感性や伝統音楽を融合した様々なスタイルが形成された。60年代はビートルズ大旋風でブラジルでもエレキギターのブームが生じ、レナート・イーセウス・ブルー・キャップス、 ザ・ジョーダンズなど多くのグループサウンズが誕生した。そしてロベルト・カルロス、エラスモ、カルロス、ワンデルレアの3人がホストを務めるジアボム・グアルダという若者向けテレビ番組が誕生と、共に一大ムーブメントを引き起こし、ブラジル若者の音楽、ファッション、喋り方にまで影響を与えた。主な出演者は、ジェリー・アドリアーニ、トリオ・エスペランサ、ゴールデン・ボーイズ、ワンダーリー・カードズ、 アントニオ・マルコス、ロセメーレ、ザ・フィーバーズ、オス・インクレ・ベース、オス・ビップス、セルジオ・レース、ホルヘ・ベン、マルティニアなど。彼らの歌がヒットチャートを独占するようになってボサノバは遠のいていった。反戦から、ロックから、ヒッピーとつながる世界的な音楽的流行がブラジルに伝わり、いち早く反応したカエターノ・ノベローゾ、ジルベルト・ジルなどの若い音楽家たちが主導する。 トロピカリズム運動が MPB の発祥であるとされる。運動はロック的思想の需要であるとともに当初から脱植民地化、そしてブラジル的アイデンティティの確立という思想を内包し、伝統的な音楽リズムと現代的な音楽の融合が積極的に図られた。そのため MPB とはロックを中心としながらも、講義には1960年代以降の音楽で、 流行したもののほぼ全てがこのジャンル名でくくられることになる。なお、アメリカやイタリア、スペイン、フランスなど、世界的には、MPB もラテンポップのカテゴリーに含まれると、返される。しかし、日本国内においては、ラテンポップといえばスペイン語圏の音楽に限られ、南米で唯一ポルトガル語圏であるブラジルの、ポピュラー音楽を含めないとする見方も多い。 ありがとうございます。